JA8985 スタージェットは、かつて、日本航空が運航するボーイング777型機の、内国内戦仕様の機材に付けられていた愛称である。このスタージェットは1996年4月に、就航した777から246と1998年8月に、就航した777から346、それぞれ5機に付けられた愛称であり、 また、この10機には星座であるアルファ星にちなむ愛称が付けられている。しかし現在では、同型機の増備が進み、2003年に日本航空と旧日本エアシステムが合併した、いわゆる JJ 統合以降徐々に新塗装へと塗装され、2008年5月31日をもって最後まで残った JA8985、プロキオン号も3代目塗装での役目を終えた。 なお、国際線機材にはもともと相性はなかった。なお、2014年6月17日付で、元シリウス号の JA8981 が抹消され、JAL の777としては、退役第1号となった。JA8984JA8941 月間エアライン2014年9月号、P114。ありがとうございます。